通販、ゼニゴケシダは、シダ植物門、コケシノブカマメゴケシダ族のシダである。まずコケにしか見えない植物である。コケシノブカの植物は、極葉が薄く、小柄なものは、コケのように見えるが、ゼニゴケシダはそれどころではなく特殊である。形態的には、細長い根茎が横に生い、所々から葉を出す。 というコケしの部下の標準的な形であるが、歯がほぼ円形で、その中央で茎につながっていて、歯の裏全体で岩などに密着している。したがって、これを外から見れば、円形の植物体がいくつも張り付いている、という風にしか見えない。名前の由来もゼニゴケに似たシダの意味である。根茎は太さ0.8ミ、mm、リメートルとごく細く、長く、横に這う。 全体に黒褐色の毛が生えている。歯は円形、傭兵はなく直接に茎につながる。茎につながる部分は歯の裏面中央である。このような歯と傭兵の関係を縦状といい、普通は歯が傭兵と接する部分の両側が伸びて広がり、その部分が左右からくっついてしまえばこの形になる。このような歯の例は他にもあり、その場合でも大抵は、 本来の葉先の方向は、はっきりしているものだが、この種の場合、まずわからない。しかも、この植物の葉は、その変縁が成長を続けるという他に、例のない特徴も持っている。このような例は、いかんたバ植物としても、あまり例がない。葉はよく成長すると、へ4トルにも達するが、普通は2トルくらいまでである。なお、葉が成長し続けるが、 完全に均等な成長はなかなか実現しないので、当初は比較的綺麗な円形であるが、やがて不規則な形になりやすい。はじめは淡い緑で、後に深緑になる。葉は薄くてやや硬い。裏面には毛が生えて気質に張り付いているので、なおさら苔に見える。胞子のう分は、葉の縁の四脈の端から出る。包み膜は灰状で、葉の縁から伸び出して、上を向き。 先端が大きく広がる。何やらラッパのようで奇妙であるが、これはコケシの部下としてはそれほど突飛なものではない。日本では奄美大島以南の琉球列島と小笠原諸島に分布し、特に八重山島では比較的普通に見られる。国外ではジャワやタヒチにかけて分布する。岩や樹皮に付着する着生植物である。特に湿った場所を好み、 経流沿いの岩などについているのもよく見かける。かなり暗い環境にも生育している。基本的な特徴から豆ごけしだ族に含められているが、蒸気のような特殊な特徴を持つのは、この種だけであり、似たものは他にない。日本にはこの属にもう二種が知られるが、特に近縁ではない。むしろ苔類の方が似ているとも思われるが、本種のように丸い形の苔類はない。なお、 葉全体に二股分子した葉脈が存在するため、苔類とは明確に区別できる。ありがとうございます。